アムさん、はじめまして。今回は私がミクロ級のベルトに挑戦させてもらいます。成長は少しずつ感じてるかなって感じで、できないことを直すのと、まあ、できることをもっと精度を高めて練習通りに試合で打撃出せたらなと思います。ファン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 44ですね。まあ48、9とかになってくると自分より背が高くてフィジカルがある選手が多いし、44の方が適正だと思います。そういうのが難しいですけど、私は自分の自分が練習したので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 、ガンガン来る選手になって、最初から勢いのある膝、肘、首相撲ですかね。トータル的にバランスのいい選手です。寝技は負けてないかなと思います。やっぱそこが一番勝負できる。ถ้าถามว่าแอมเหนือกว่าเมื่อกำลังใหม่ก็คงน่าจะเป็นทั้งเกมยืนมากกว่าเพราะว่าแอมคิดว่าเกมยืนน่าจะเล่นได้ดีกว่าเมื่อกำลังแต่私のやりたいことをやるだけなんで、まあいつも通りの試合です。私の ต้องเป็นเกมยืนแล้วก็พร้อมที่จะไปสู้เกมในท่านอนトータル的に MMA できるようになってるっていうところを見てほしい。ที่เด่นมันต้องเป็นเกมยืนแน่นอนค่ะแล้วก็พร้อมไปสู้ジュエルさん、ミクロ級のベルトは一つのステップアップだと思うので、その次はやっぱ目指すところがあるし、まあ、結構タイトルマッチって大きな節目っていうか、ターニングポイントっていうか、まあ、そういう場所だと思うんですけど、もっと自分が強くなれるようにベルトを取りに行きたいと思います。決まった。まあ、じゃあ、本当に本気だね。だから、じゃあ、村上。まあ、1本 KO、TKO、どれかで取りたいと思います。やっぱり、本気を村上にないね。